なんですね。ではお待たせをいたしました。始めさせていただこうと思います。今日は原発ゼロの会で、ヒアリングを、この間この原子炉の、構造的な問題、特に老朽化に伴います問題、40年廃炉を60年に広げようかというようなご意見もある中ですので、このあたりをしっかり規制庁にも伺いたいということでヒアリングを計画を、いたしました。私が原発ゼロの会の事務局長で阿部智子と申します。また有識者サイドでは今日山口、先生、原子力使用情報室に来ていただいておりますので、冒頭、はい、少しご挨拶お願いします。はい、山口教授、原子力使用情報室。もう40年原子力使用情報室になりますけど、老朽化問題20年ぐらい前からずっと注意を喚起してきました。でこの度ははるかにという深い意味で問題になっていると思いまして、原発老朽化問題研究会の美濃さんと小岩さんにぜひその具体的な問題指摘をしていただきたい。でそれについて政府側から、規制委員会側からはっきりしたご返答いただきたい、こういうふうに思っていますので、明快なお答えを期待しています。私阿部さんが司会なさいますので、私は共同司会でこっち座っております。よろしくお願いします。今山口さんからそうご挨拶をいただいたのですが、恐縮ですが私が会議が3つ重なっておりまして、前半の司会をさせていただいて、後段恐縮ですが山口さんにお願いをできればと思います。国会事情ゆえお許しをいただきまして、では早速前半参りたいと思います。まず質問事項についての説明を猪野先生の方からしていただきまして、約5分ほど、それについて回答を原子力規制庁からいただいて質疑応答というふうにさせていただきます。では猪野先生、よろしくお願いします。猪野です。ヒアリングの、資料が大きく分けて3つの項目の質問書が出ているんですが、でその1番目はですね、原子力構造材の監視試験方法に関する問題で、2番目がですね、動画数字の2がですね、高浜原発の寿命延長審査の問題で、3番目が仙台原発1号機の合計年間技術評価の問題という3つあるんですが、この質問1、2、3の順番を少し質問の順番を変えて、後ろの3から3、2についてまず私の方から質問していただいて、それについてご回答いただいて、で1については後で小岩さんから質問を業種を5分ぐらいで示していただいて、そういう形で時間の方と相談してきました。それではまずちょっと待ってください。ですね、せっかくおいでいただいた4人の方にお名前とその分担を分かりにくいと思います。猪野さん、それから原子力規制庁技術基盤課の川口と申します。よろしくお願いします。原子力規制庁技術基盤課、林田です。よろしくお願いします。原子力規制庁 PWR の担当、中木と申します。よろしくお願いします。原子力規制庁 PWR の中野と申します。よろしくお願いします。では恐縮ですが、お名刺を1枚ずつ頂戴いたしまして、ちょうど何かまた改めて確認事項があるといけませんので、お願い申し上げます。では猪野先生、すいません、教室の方でお願いします。それではですね、3番、2番の問題について質問
質問書を出したんですが、ちょっと、ポイントを今パワーポイントで、作ってきましたので、ちょっと 4,5 枚出させていただきます。でまず3番目、仙台原発1号機の30年評価についてなんですが、まず質問の1番目はですね、高経年化技術報告書の審査は30年をまたいでもよく、また再稼働とは関係しないという趣旨の規制庁見解は今でも正しいというふうに考えておられるかというのが質問1です。で2番目は、高経年化意見聴取会当時、これは私もその委員として出てたんですが、その保安委員はそれぞれの評価期限、法定に合わせ評価結果を取りまとめるとしていたと、この事実を、どう考えたのかというのが2番目。3番目はですね、仙台原発1号機について今後のタイムスケジュールはどうなっているのか、また今のような事態が生じたことについてどのように考えるのか、これ3つが仙台原発についての質問です。で次に、高浜原発の寿命延長審査についてなんですが、質問1は高浜の1、2とのですね、審査のタイムスケジュールはどういうふうになってますかということ。質問1は、その審査において、高経年化技術評価40年の審査においてですね、そのジアックの2013年追放版の審議結果はどのように反映されるのかというのが2番目の質問です。で、3番目はですね、圧力容器の中性子標車両か監視試験片の中性子標車両を超える場合、つまり外装ということは現状の税価予測式ではその外装するということは適切でないと考えています。で高浜1号機の40年時点での税価予測はできないのではないかというのが3番目、ごめんなさい、60年時点での税価予測はできないのではないかと。で質問の4番目は、この高浜1号機高経年化技術評価書の破壊人生評価 PTS 評価はどのようになされたか、元となる監視試験破壊人生データを開示していただきたい。で5番目はですね、その2015年に出された高浜1号機の40年の技術評価書と、それからその2003年のに出されたその30年の技術評価書を比較するとですね、その破壊人生曲線が非常にその PTS 状態曲線に接近していると、非常に大きな違いがあると。でこういうような違いがはですね、そういうその評価の信頼性、それから圧力容器の健全性に疑問を投げかけるものであると、規制庁としてどう考えているのかというのが5番目です。で6番目はですね、今後のですね、その1号機2号機の内面検査ですね、どのように行うとかということです。で5番目についてちょっと図をお見せしますと、これがですね、これがその30年目の評価における破壊人生曲線で、40年目の評価ではこれがこんなふうに近づいたんですね。これそれぞれ独立に見てると分かんないんですけど、こんなに違うんですね。これはお送りしてると思いますけど、それでですね、このうちですね、その 60年後という評価の2つの曲線だけ、示しますとこうなってます。で30年目の予測ではこのような値で、40年目の時はこのようにですね、接近しちゃって、同じ60年の評価がこんなにも違うと、一体この予測っていうのは何だったのか、この予測がこんなに誤差があるなら今度の40年目の予測だとこんなに誤差があるんでしょう。そうであればこちらの PTS 曲線とぶつかってしまうという、その恐れは十分にあると考えるんですが、そういう点についてどうお考えかと。質問の概要は以上です。はい、正直申しまして、質
質問は高度でありまして、ね、私ども国会議員ほとんどついていけてない申し訳ありません、でご説明いただくときもなるべく分かりやすくですね、まあ、井野先生は専門家でいらっしゃいますので、端的にまあ、いろんな物事を把握した上でのご質問でありますが、お答えいただく場合には、なるべく噛み砕いてなおかつご質問の趣旨に沿うようにお答えいただきたいのと、文章による回答はいただいてないんでしょうかね。口頭ですか。これは要求なさらなかったのかな、井野先生たちは。文章回答は正直言ってとても入り組んだ内容ですので、後で文字で起こさないと意味が取れないこともあるかと思うんですね。で、今日は一応口頭で回答をいただきますが、なるべく趣旨に沿って文章回答をお願いできれば、さっき申し上げましたように、なかなかこれ専門的な分野も加わっていて、理解が追いつかない、申し訳ないことですが、事態でもありますので、これは規制庁の方に改めてお願いを申し上げて、まあ、そう細かく書き込むかどうかはまた書き方についてはそちらで用意をでいいですから、要点を文章化していただけたらと思います。ではその点も加味してお答えをお願いします。はい、規制庁の限りと申します。まず3番の、後継認可技術評価、仙台1号の後継認可技術評価というところからでよろしく答えいたしますと、まず1番目 の、 その30年の後継認可技術報告書の話でございますけれども、このもともと法的な根拠となっているものといいますが、実用発電炉の設置運転に関する基礎というものが原子炉等規制法の下にですね設けられている、まあ、規則がございまして、ここのですね82条第1項というような条文がございます。でこちらのその82条第1項の条文に書いてあることといたしまして、その発電用、要は事業者ですね、発電用原子炉設置者、事業者はその発電炉の運転を開始してからその30年を経過する日までに、経年劣化に対する技術的な評価を行うというのが1点目、それからその長期的な管理方針を策定しなければならないというこういう条文がございまして、この条文にのっとりまして事業者が後継認可の評価を行い、また長期の保守管理方針を策定するということをしてございます。でこちらのその82条の方にはそのいついつまでに、またですねさらに加えますとその92条という他の条文がありまして、その条文にはその保安規定といってまた別の仕組みですけれども、その事業者が自分たち の、 その保守管理のために設けなければいけないルールというようなものを定めることということがございまして、その保安規定の中にですね経年劣化にかかる技術的な評価ですとか長期保守管理方針というそういう策定したものを保安規定に定めることということがございまして、そして、保安規定というのは認可を原子力規制委員会の認可を受けるということが書いてございます。まあ、このような仕組みにのっとって、事業者はその82条に基づく長期管理方針を定める、また経年評価をするということをやってございますけれども、こちらがその原子炉の運転との関係というのは特に条文上設けられておりませんので、再稼働というか、まあそうですね、原子炉の運転などを妨げるものではないというようなことをお答えをしたということでございます。それから質問の2もですね同じご説明になるかと思いますけれども、今申し上げたようにその発電炉の規則、こちらの82条およびその92条の解釈としては今申し上げた通りということでございますので、そちらの通り特に運転を妨げるというような仕組みになっていないということでございます。それから問いの3、仙台の1号機についてということでございますけれども、仙台の1につきましてはその後継認可の評価、特にその40年
超え、40年目の後継に紙評価というものにつきまして、事業者から申請がすでに出てきておりまして、30年目について、事業者から申請が出てきておりまして、もともとその申請、保安規定の変更申請というものが出てきたのが、2013年の12月ということでございまして、今から1年半前というような時期でございますけれども、その当時ですね、仙台、そうですね、これに関しましては、その後継認可技術評価にかかる補正申請というものが必要であるということを我々の方から指摘をしてございまして、その補正申請が出てきたのが今年の7月になってからということでございますので、その7月に出てきた補正を踏まえまして、現在その審査を、公明の審査を行っているという状態でございます。今3についてお答えをいただきましたが、私の聞き及ぶ範囲においてもちょっと2と3には答えてないのかなと思いましたが、2の質問の趣旨はですね、保安員が、当時っていうことで書いてあるこれ以下ですね、当時保安員がこの30年あるいは40年という期限を審査を終えることを含めた法定評価期限と考えていたことが間違いがないだろうと、でそれは82条に明記されていなくても自明でありという評価ですよね。で今中桐さんが言ったのは82条と92条例に引いての答えでしたが、ここでの質問はですね、そこに書いてあるその前提として、明記されていなくても自明で書くまでではなかったのではないかっていう問いですから、そのことにちょっとコメントをしていただかないのといけないのと、3についてはですね、タイムスケジュールはどうなっておるかということですので、今のお話は補正申請が出されて、以降のタイムスケジュールを尋ねていると私は理解していますが、また今のような事態というのはそれが出されてから間に今のような事態が、福島第一原発事故ですね、あったので、そのことを含めて今後のタイムスケジュールはどうですかっていう問いかと思いますけど、まず質問の2に関しましては、ちょっと保安員がですね、その法定と言っていたところの根拠は、その当時の条文などを見てみましたが、よくわからないというところでございまして、我々といたしましては、その原子炉特性法のに基づくその規則82条および92条をその条文の、解釈というかですね、その条文の示すところといたしまして、その評価結果が記載された保安規定をいつまでに認可しなければいけないというような期限が特段設けられているものではないというふうに考えておりまして、以前同志の質問主意書などもいただきまして、その法的な解釈も中でもよく議論をしたところでございますけれども、その結論として今ご回答したような内容であるということでございます。それからその質問の3につきまして、その1号機仙台1号機の後継認可技術評価が先ほどその2013年の12月に出されたということを申し上げましたけれども、その当時ですね、その仙台1号機につきましては、その福島の第一原子力発電所の事故を踏まえた新しい基準への適合というのを言うのについて、仙台1号の申請が出てきておりまして、その審査をまさに行っていたところだったと。でその新基準へ適合するということによって、その仙台1号 その今後の姿形というかですね、基本設計の部分が変わってくるということがその審査の経緯で分かっておりましたので、その新しい基準へ適合した状態でのその後継認可技術評価というものをするべきではないかということを、その規制庁の方からですね、九州電力に対して指摘をいたしました。で仙台1号機につきましては、昨年2014年の9月にですね、設置変更許可
がなされまして、またその工事計画認可などの審査も引き続き行って、今工事計画まで認可をしている状態でございますけれども、うん、まあ、そういったその保安規定も出してるんですか。あ、保安規定もですね、はい、保安規定も出しているところですけれども、その今後のスケジュールを、あ、今後のスケジュールですね、すみません、今申し上げた通り、7月にその補正が出てきておりまして、また補正が出る前もですね、その新しい基準の認可、新しい基準で の、 その許可の内容というのは分かっておりますので、それをもとにした議論などは会合でも行っておりますけれども、やはりその申請として補正がきちんと出てきた形で、最終的にその補正書で問題ないのかどうかということを確認する必要があるということでございますので、その補正を踏まえた審査というのを行っているところです。また7月のですね、13日の日にその後継年間の審査会合を行いまして、でその場ではですね、担当の審議官からもおおむね議論が尽くされたというようなことは申しておりますけれども、ちょっとその中身申請について今また確認をしているところでございますので、いつ認可というようなことは今申し上げるような段階ではありませんけれども、中身については相当程度確認が進んでいるというような状況でございます。はい、では、次が高浜になりますが、その前に混同しますので、この仙台原発についての部分で今会場からもご意見出ておりましたので、井野先生の方からもやり取りをしていただきまして、少しここの部分についてまとめたいと思いますが、いかがでしょう。そうですね、特にこの2番目についてですね、当時はもうとにかくそれが法定期限で、そこまで審査をやると、それまでに審査を終えなきゃいけないということで意見聴取会でやってたわけで、それの根拠がないと言われると、非常にそのどうしてそういうことになるのかというのが非常に疑問なんですけれども、常識で考えればですね、何のために30年までで、やるのかと。でそれは当然その事業者が出して、それの審査をして認可してその30年ということにしないとですね、その先は認可しないまま30年を超えてやってるという、そういうことになってしまうと、それはやっぱり法の精神から考えてもおかしいんじゃないかという疑問を私は、持ってるわけで、再稼働もいいということであれば、一応その老朽化についての評価をしている、で今は運転が止まってる、しかし、報告書は出たけどまだ審査が終わってないけども、やるとすればですね、今、通行止めになっている橋がそのままですね、自動車を運転してもいいというようなことになってしまうという、それと同じようなことでおかしいんじゃないかというふうに私は思うんですが、でそれがまた普通の感覚じゃないかと思うんですけれども、皆さんいかがでしょうか。そうですよ、この点に関してでも、あと講談でも構いません、せっかく皆さんおいでですから、質問ご意見あれば。再稼働の予定に合わせて、はい、もう5日には渡してしまうという報道が出てますけれども、それはマイクを使っていただけますか。再稼働の10日の予定に合わせて、もう5日には審査の方も同意に渡せてしまうという報道がありますけど、これは事実でしょうか。ですね、その5日、結局この後継年間評価かつその稼働前提ということでございますので、委員会の中でもですね、その認可の時には定例会、原子力規制委員会で審議をするというような進め方を決めてございまして、で8月5日のちょっと議題がどうなるかということはまだ未確定でございますので、ただ我々としてはその後継年間評価というものは、その再稼働とかそういったその新基準への適合云々に関わらず、しっかりその審査をして、最後認可なのかという、そういう処理をすべきというふうには考えています。で一方、その今申し上げた通り、その7月の13日の時点で審査会合で、おおむね議論が尽きたということも申しておりますし、事業者からも補正が出てきてもう1ヶ月経とうとしておりますので、もう一丁だけ、その補正申請に対しての現場検証というのはやられました。補正についての現場検証というのは、その補正が出る前に現地調査というのは行っておりますけれども、いやいや、補正に関しての現場検証、また新しい中身出てますね。
補正についてはですね、その、まあ、これまでの審査会合でも先ほど申し上げた通り、その新規制基準でどのようにその建物が変わるかどうかということはもうほぼほぼ1年前から、いやいや、基準受信度が変わってますから、そんなちょっと変わったくらいの話ではないですよね、今回の補正は。ですね、ただその、まあ、新規制基準の許可の内容がもう分かっていましたので、そういったものなども前提にその審査会合でも議論してきておりますので、その、まあ、書類として補正が出てきているのは7月ということで、7月ということでございますけれども、それに関わる現地調査というのはそれより前にも行っているという状況です、なかなかちょっと納得できない論理ですけれど、5月27日ですよね、公安規定が認可されたのは。それから2号機の工事計画は5月22日で、それから3月18日が1号機の工事計画認可だったと思うんですが、それで今さっき言われて7月に補正書が出てきたということとえらい矛盾がある。要するにそこまでちゃんとチェックしてから出すべき、その保安規定の認可にしても工事計画の認可にしても出すべきだと思うんですね。あまりにも先走って2ヶ月も後に今補正申請が出た、で今それで審査をしている、これは本当におかしいと思うんですよ。設置法にあるように国民の命と健康とそして環境を守るっていうのがあなた方の使命なんです。にもかかわらずここまで先走ってその認可を出してどんどん急遽に作業を進ませてるっていう、そこはおかしいと思うんですよ。ちょっと時間軸のね、今のご質問、特に時間軸補正申請は、まあ、最近出てすでに保安、なんて言うんでしょう、検査等々が終わってその後に出た補正申請についてどうかということなんだと思うんですけれど、普通だとそこでまた現場検証とかあるものというふうに理解されますけれども、補正申請というのは早々こう、なんていうんでしょうか、些細な内容ではないのではないかなと思うんですが、いかがなんでしょう。ですね、その新規制基準に関わる申請というものと、あとその今回ご質問いただいている高経年化技術評価に関わる申請というものとも、まあ、若干そのパラレルに走っているところはございまして、で、私がすみません、ちょっと説明が分かりにくかったかもしれませんけれども、新規制基準に関わる、その、まあ、重大事故対策ですとか、あと今おっしゃった基準地震度の引き上げですとか、そういったものについては昨年の9月に許可、それからさっきおっしゃっていただいたように3月、それから5月に工事計画認可、また保安規定の認可も5月というような流れがある一方で、今ご質問いただいている高経年化技術評価につきましては、高経年化ですので、その30年以降どういう姿形かという意味ではですね、新しい新規制基準の方の許可というのがどういう形かというものを踏まえて、内容を直す必要があるというようなことでございまして、で現地調査の方もですね、その新規制基準に関わる現地調査というのはそれはそれでやってございますけれども、その高経年化技術評価に関わる現地評価というのもセットを行っておりまして、で今申し上げたようなこと、その高経年化という観点からは、その、まあ、補正が出る前からですね、大体そのどういう姿形になるかということを踏まえた、その審査会合などを行っておりますので、そういったことも踏まえた現地調査というのもすでに行っているというところでございます。いいですか、それで。パラレルに作業するのはいいけど、最終的には保安規定なり工事計画なり、それから設置変更についてもですね、全体としていいかどうかという判断をちゃんとしてから認可するべきでしょう。パラレルで動かすのは、まあ、それしょうがないのかもしれないけど、最終的にはその新規制基準でいい悪いという判断を規制委員会がするわけだから、その時は全部が終わってないとおかしいでしょう。ですね、その高経年化の技術評価というのは、その最初申し上げたその長期管理方針という意味合いもございますので、まず新基準の適合というのは
今この状態で新規制基準にその施設が適合しているかどうかと、またその先ほど申し上げたその5月の法案規定というのはその重大事故対策などの新しい基準への対策としての法案規定が認可できるかどうかという意味でございますので、それはそれでその許認可の作業をしたと。でまた後継認可に対してはその、まあ、30年これまでの後継認可技術強化、あとその長期の後継認可の管理方針をどう考えるかということについての認可ということになりますので、ここは許認可のですね、目的が変わってくるということでございまして、それぞれその審査を行ってその手続きを踏んでいるということでございます。もう最後一つだけ、本当に去年の7月3日ですよね、30年経過したのが1号機に関しては。だからもうそうなるのは分かってたはずなんですよ。この設置変更許可を去年の9月に与えたり、工事計画認可を3月18日に与える、その時にはもうそれ30年過ぎてる状態なんですよ。それでどうしてその補正書が7月に出る状態にもかかわらずその OK をどんどん出しているのか、この姿勢が僕は一番問題だと思うんです。規制委員会、それはもう先ほどご指摘の点でありますので、どうかな、答えがないんだと思いますが、まあ、そういうやり方がおかしいのではないかという指摘で、中桐さんはいや、このやり方でパラレルでやってるんだからいいんだと、簡単に要約するとそういうすれ違いかなと思いますが、この点で特にご意見等々なければ、こう高浜の方に移らせていただいて、またいいですか、はい、お願いします。私は質問資料を出してもう似たような答弁をいただいているので同じ繰り返しはしませんが、今この資料を井野先生が読みされた資料を見てますと、この資料別展さんの2011年のこれは何ですか、11月と書いてありましたが、保安院当時ですが、当面の後継認可技術評価の進め方という中に、それぞれの強化期限、各個法定とかですね、いろいろと法定期限という書き方が出てます。先ほど中井さんが、保安院が法定といった意味は、なんかよくわからないというような感じの答弁だったと思いますが、何かこの時点から現在の規制委員会にもちろん組織が変わりましたけども、その法律なり規則なりがその変わったから法定でなくなったというのか、基本となる法律や規則は変わってないけど、単にその保安院は当時は、まあ、井野先生は実際に体験されているわけですけれども、法定という形でやってきていたのをですね、今度は規制委員会がそうじゃないやり方を少なくとも仕事しているわけですから、何か法律なり規則が変わったから変わったというなら、まだそういう事実があるなら言ってください。変わってないのに変えたというのであれば、なぜ変えたのかということをちょっと説明してください。ですね、法律の条文当時を確認しておりますけれども、基本的に条文は変わっていないです。だからその今でいうところの運転規則の82条に書いてあるその設置者が、30年を経過していない日に、その30年を経過する日までに、技術評価を行い、また長期の保守管理方針を定めるというような要求は引き続きあるというところでございますけれども、ここで書いてあるその括弧法定というものがその何を指すものなのかというのはちょっとこう分からないという状態です。現在は分からないことですか？これはですね、その保安院の作成の資料ということだったかと思いますけれども、その条文としては今申し上げたとおり、いや、分からないというふうになって、井野先生は実際に経験してこういう対応を当時の保安院がやってたと、それを嘘だというんだったらそれを嘘だということを論証してもらいたいし、現実にやってた人がそう言ってるんだから分からないじゃ済まないでしょ、それだけでは。
ちょっとね、こちらが用意した配布資料って持ってますか？ありがとうございます。じゃあね、それの、今ご指摘のあった部分というのは、ワインの当時の配布資料に出てくる文章であるんですよね。ちょっと今自分で場所が分からなくなっちゃった。先生が準備していただいたスライドの25ですね。この資料の25、まあ、資料3って今菅先生が持ってきてくださいあ、そうか。この、スライドの25って分かりますよね。ここに原子力ワイン当時の後継年会兼聴取会、すみません、事前にいただいた資料はですね、横置きになっているので、散骨、当面の後継年会兼聴取会、そのことを聞かれておっしゃっているんだと思うんですね。ですね、このそれぞれの評価期限括弧法定というところについて、ちょっとその当時のワインのその担当がどういうふうな解釈だったのかというところがわからないんですが、評価期限と書いてございますが、その現在その82条に書かれてございます、設置者がその評価をしなければならない、技術的な評価を行い方針を策定しなければならないというところにつきましては、30年を経過する日までにという期限が設けてございますので、このことを指しているのかもしれないんです。で、それに合わせてその法案としては評価結果をそれまでに取りまとめるというような考え方を取っていたのかと思われますけれども、その通りですけれど、だからっていうご指摘で、はい、それでですね、仙台1号に関しましては、その今申し上げたとおり新規制基準の、その適合ということでかなり大きくプラントの状態が変わるということもございましたので、そのプラントの状態が変わるということが分かっているにもかかわらずですね、その古い状態で認可をするというようなことはせずに、その新しい状態でのその補正というものを事業者に提出をさせて、それの審査をするということを考えているということでございます。最後に井上先生いいですか。これすれ違っててですね、この文章はやっぱ素直に読むべきだと思いますから、ちょっと中岸さんいくら頑張ってもそれはちょっと無理だわなと思いますけれども、井野先生がこれご質問の当事者ですので、最後にもし今日で、行き違うところあって宿題として、残しておくということもあり得ると思いますけれど、何かご意見あったらお願いします。その取りまとめるというのが基本なんだけども、それがもうすでに取りまとめるのは30年を超えちゃってるから今更できないんだというのが現実なんでしょうけれど、だけどもそれでその再稼働というそういう遅れてる状況なのにそれと関係なく再稼働をするというのはおかしくて、それはここでもう本当はおかしいんですけど、だからここでも入ろうっていうのはあり得るんだと思うんだけど、そうじゃなくてもですね、止まってるのをその遅れてるのをそのままに再稼働するっていうのはじゃじゃないでしょうかっていう、そういうことで、すいません、ちょっと質問してもいいですか。1点だけ、はい、時間ないと思います。どうぞいやいや、今ずっと聞いてるとその事業者が30年を経過するまでに出しなさいっていうのはある法律に書いてあって、その法律に規制委員会がいつまでに評価するっていうのは書いてなければ、これと当然その事業者が30年を経過するまでに出したそれを評価をする期限だというふうに解釈するのが普通だと思うんです。規制委員会は その提出を受けて何年かけてそれをやるつもりなんです。法律に書いてなければ何年かけたっていいことになってしまうし、それって法律の欠陥になってしまうし、だから戻って言えば保安院時代に合わせたそれを踏襲していかないと法的にこう一貫したものになってないじゃないですか。ワイン時代はもうそのためにその1年以上前に出させたわけですからね、そういうことが法の精神なので、それに違反してるのを
ですよね。いや、船長も指示文書を出してるじゃないですか。だから、まあ、移行措置でね、一旦申請止めてたっていうので、で1年無理だっていうので、じゃあでも半年前には出せっていう指示を出して、それで半年で上げるつもりで、だから30年で納めるっていうつもりで動いてるわけじゃないですか。今まで申し上げた通り、その新規制基準の審査との関係、それを踏まえた補正が、まあ、事業者から出てくるタイミングというものがあって、こういう状態になってございますけれども、審査についてはですね、もう補正も出てきているということで、今、その迅速に進めているというような状況でございます。まあね、それ、行き違いなんだけど、すれ違ってるんだけどね、まあ、とりあえずですよ、この法定期限までに評価、期限ですね、合わせた評価を取りまとめるっていうところが、まあ、現実にはいろいろな条件でできなかったことの一方ね、再稼働の準備を進めるのはおかしいんじゃないかって、簡単に言えばそういうこと、片っぽが遅れてると、でも再稼働準備だけ急いだらこれってとてもちぐはぐだっていう指摘ですから、じゃあそう遅れてても再稼働の準備をしていい理由を今度までに文章で出してくださいな。まあ、皆さんそこを同じような角度を違いながら言ってて、で片っぽが遅れた理由は、まあ、新規制基準ができたりいろいろあるでしょう、まあ、それは仕方ないのかもしれないけど、そうであれば再稼働準備というものも見合いで止めるとかそういうこともあっていいのではないですかという趣旨ですから、そこを素直に取って、まあ、答えていただけたらと思いますので、今日これ以上やっても押し問答ですので、まあ、そういう趣旨として投げ返しておきます。そして質問の1、これ高浜原発についてですが、これについてお願いします。ごめんなさい、2、質問の2、高浜です、すいません。はい、高浜1、2号の関係でございます。高浜1、2号 の、 その高経年化技術評価ということに関しまして、まずですね、その冷温停止を前提といたしました高経年化評価につきましては、それに関わる保安規定というのを平成25年11月、それから2号炉については平成26年11月に受領いたしまして、いずれも認可を済ませているというような状況でございます。それから多分ご質問の方はその1、2号 の、 その稼働を前提とした高経年化評価ということかと思いますけれども、こちらにつきましては今年の4月に、申請が出てきておりまして、現在それの審査を行っているというような状況でございます。でちょっと今後の見通しはですね、まさにその審査を進めておりまして、まあ、会合を2回ほど開いてございますけれども、審査中ということでございますので、そのスケジュールはまだ申し上げるような状況にはございません。で、一方ですね、その運転制限という意味ではですね、原子炉等規制法の中に、その運転することができる期間は40年とような規定もございますので、まあ、それに基づいて、その取り扱っていくということかと考えております。まず審査についてはちょっとそのタイムスケジュールを今申し上げる状況にないということでございます。はい、2番ですね、2番のその JAC の2013の追放版につきましては、これはまだその規制の中に取り込まれていないような状態で、まあ、パブリックコメントを行っているということでございますが、その高浜に関しましては申請書にですね、その2013追放版を、まあ、適用した評価というものがありまして、ただそれはですね、今申し上げた通りその審査を行っているところというところでございますので、まあ、これから確認はします。でまたその、まあ、パブコメを行ってその基準というものがその反映されればですね、その新しい方の基準に適用するかどうかというような確認をすることになるというふうに考えてございますが、ちょっとパブコメがですね、どういうスケジュールでどういうふうに進むというところもまだパブコメを行っているところですので、まだ申し上げられるような状況にないのかなと考えております。
はい、それから3番目ですけれども、こちらもその前回予測式についてそれができないのではないかということでございますが、我々ですね、基本的にはその定められた基準への適合を確認するというのが基本的な考え方でございますので、そのパブコメの結果を踏まえてその策定された基準というものができるのであれば、それに従ってそれへの適合というのを確認するということかと考えております。次、括弧4番ですけれども、その PTS 評価につきまして、まさにですね、今のその審査を行っているというところでございますけれども、ご指摘いただいているその社会人生のデータというものについては、ちょっと今申請書には書かれていないという状態でございますので、これから審査の中でですね、その必要に応じその事業者に必要があれば確認をしていくということになろうかと思いますが、現時点においてそのデータを我々としてもまだ持っていない、審査を行っている状態ということでございます。それからあと5番ですけれども、5番もですね、まさにその40年の技術評価書というものは運転前提の評価というのをまさに今審査をしているところでございます。ですので審査をしているところということなので、あまりその予断を持って申し上げることはできませんけれども、その30年の時、2003年に行った評価と、あと今回その申請が出てきているものにつきましては、そもそもその評価式が違うというようなことですとか、あとその実際に取得されたデータ、実測データが、そのデータの点数が当然その経年を重ねてますので、データの点数が違うというようなことから違いが出てきているのではないかというふうに考えておりますけれども、今後ですね、その審査を行ってまいりたいと考えております。それから6番目 その圧力容器の内面の検査につきましては、これですね、規制委員会の方で、運転上認可申請にかかる運用ガイドというものを策定をしておりまして、そこからの読み上げをさせていただきますと、まず原子炉容器 その母材とか溶接部とかについては、超音波干渉試験を点検方法として定めて、また例えばですね、その一次冷却剤ノズル のコーナー部については浸透短小試験とか、またはその下流短小試験によって血管運動を確認するというような、今そのちょっと口頭で申し上げてますけども、この運転延長申請にかかる運用ガイドというものの中にですね、そういったものを指定をして今後こう審査をしてまいりたいというふうに考えております。では私からの確認で、今おっしゃった6番の運用ガイドは文書でお示しをいただいた方がメモを取るのも大変ですから、分かりやすいかと思います。そして、5番については一応お答えをいただきましたが、まあ、今なお審査中だというふうに考えてよいのかなということと、それから4番のデータ開示は、まあ、今後のことになるという意味でよろしいですか。これ伊方とか玄海に比べて意見聴取会でデータ開示されたがいかがかという質問ですけど、4番です。審査中ですので、そのデータをどのように確認するかというのを含めてですね、まだ予定として何も決まっていないという状態ですが、ただそのしっかり審査をするということだと思ってます。はい、まあ、ではいずれかの段階でデータが開示されると、高浜についても玄海1号、伊方2号などと同様にという意味でしょうか。いや、ですね、ちょっとそれも含めてどういうその審査をしていくのかということですので、そのデータが開示されるともされないともちょっと今のところでは申し上げる段階にないということです。わかりました。まあ、普通データは開示されないといけないと思いますけれど、それから3番目はちょっとこれお答えがなかったのかな。これは現在の、予測式を使って行うことは適切ではないのではないかという質問だと思うんですけれど、これはどうですか。結局ですね、このような前回予測式を使うということについて、その基準で、そのある程度 その方向性を定めた上で、その基準に合っているかどうかと、その基準に沿った評価を事業者がやって、それが正しく評価されているかどうかということを我々確認するということでございますので、
ので、その税界予測式を使ってということについては、今の基準に定められているということであれば、その基準の適合を判断するというのが、我々の審査の考え方ですということでございます。そうすると、従来の予測式を使ってやるという意味ですか、今の3番のは。これまでの現状の。ですね、まさにこちら その税界測識云々についてもその新しい知見を踏まえたそのパート基準の改定ということについてパブリックコメントなども行っておりますので、まあ、またこういう基準なども随時新しい基準の新しい知見に基づいて必要に応じて改定していくということかことかと思います。それちょっとちゃんとはぐらかさず答えてくださいな。ここの誰が読んだって現状のね税界予測式を使って行うことは適切でないと。で今あなたのおっしゃったのはこれから変えていくんだからその変えたのを使ってやりますっていう意味ですか、それとも今あるものでもちろんこれ日進月歩ですから基準についてはより良い評価方法ってできてくるでしょうが、ここに答え質問されていることを避けずにちゃんと答えてほしいですけど、まず今審査して結果を出すということであれば今基準に書かれていることに基づいて評価をするということですが、まさにそのこの税界測識に関わるところについてはパブコメなども行って今後基準を変えていこうとしているところということかと思いますので、それが変わった暁には新しいその予測式などに基づいて評価を行っているかどうかということを確認するということです。はい、では以上がお答えですので、また今さんの方から。最初にまず今の点ですけど、これは関西電力はもうその今の追放団を先取りしてまだパパパパでその決まってないのを先取りしてこの、運転前提としたその40年の評価を出してるわけですよ。だからそれはおかしいんじゃないかと思うんですが、でそれはその、まあ、これはちょっとその、今度は1の方の今の税界予測式で本当に外装をやらないということにちゃんとなってるのかどうかということであって、もし外装をやっちゃいけないということをこれはまあ後で林田さんにお伺いしたいんですけれども、そういうふうなあそこの意見、検討チームの議論はそういう方向に進んでたと思うんですが、どうもその評価書を見る審査書を見ると外装をするのかしないのか、うん、そこははっきりしないので、今日はその点についてはその、林田さんからきちんとお伺いできればと思っておりますけれども、まあ、そういう状況で今関西電力が40年を出しているわけ でそれは現状としては、まあ、おかしいでしょうというのがこの趣旨です、質問の趣旨ですね。だからまあ、これについては後で1の議論の中でこの質問の2と3についてはまたその林田さんからお答えいただければというふうに思っています。それで4なんですけれども、この破壊人生データを開示すると、これはもうですね今まで実績で保安院の時にやってるわけですよね。意見聴取会で限界1号、伊方2号、その審査にかかった30年、40年、全ての原発について、その有識者、総理の意見聴取会の会合でもう開示してるわけです。ですから、これは当然その審議の会合で、開示すべきもの、そうでなければですね、意見、ホワイトの時にやってたよりも、その交代したその、クローズの姿勢になるということになるので、これは当然ですね、もう今審議中、審査中ということですけども、それはどうあろうと関西電力に要求しても、冒頭から出してその審査をですねその密室でやるんじゃなくて、ちゃんとそのデータなどを開示して我々がそのプロセスを終えるような形でその審議を進めていただきたいと思うんですね。そうでなければもう全くその規制当局とですね、それの一部 その学者が加わったようなそういう審査会合でもう物事をどんどん進めちゃって、
ということになってしまうので、そこはぜひ、この4番目ですね、そのデータの開示ということはですね、きちんとやっていただきたいと思います。それでその、まあ、5番目は、まあ、予断を持っていうことはおかしいとおっしゃるんだけど、まあ、こんな式がですね、こんなことにこんなふうに違うような予測式をなってしまうということをですね、どういうふうに見るかということをきちんと審査してほしいと思うんですよ。こんなその税価予測の仕方がね、一体いいのかと。で、原価1号では非常にこれはおかしかったんじゃないかということを僕は県庁主管の時に散々言ったわけですが、まあ認められなかったんですけれども、その議論ももう一度そのですね、記録がちゃんとあるわけですから、資料等を読み直していただいて、その関西電力から出てきた資料だけを審査するんじゃなくて、もっと広い視点でですね、この原子炉の消費者税関というのがどうなっているのかということをきちんと踏まえて、審査をしていただきたいというふうにお願いしたいと思います。はい、今の高浜の件で他にご意見ありますか。正直言って今日で全て終わるわけではないので、ここになるべく先ほどお願いしたように文書で出していただいて、細かな点等と行き違うこともあるかと思うので、お互い齟齬がないようにやっていった方が建設的だと思いますので、今日の前段の、質問事項の3と2については文章化できる部分を文章化していただいて、また次回に継続して行うということで、時間の関係もございまして質問事項1の方に移らせていただきたいですが、特にご意見いいですか。すいません。で、この以降の司会を山口さんにお願いをいたしまして、あと残るちょっと前段が遅くなってしまいましたが、全体5時半までの約束ですので、講談は上手に仕切ってくださいますよう、お願いいたします。すいません、大変お忙しいところを前半に司会していただきます。講談あと3分5分ありますけれど、まず小岩さんに質問をしていただきます。5分ぐらい。細かい字で書いてあるのは大変たくさん書いたんですけども、ちょっと時間もあれですので、こちらにお配りした資料で生徒への質問として3枚を用意して今そこへ出してもらうつもりなんですが、それでは4201、2007、これについてはすでに規制庁にも何とか申し上げて別にも出してありますが、基本的な式に誤りがあると。で、まあ、ただしその点はちょっとさておいて、規制庁はおそらくどうもこの点は認識されているかにはっきりおっしゃらないけど、そう思われます。で、ただそうするとですね、結局その私検討チームのヒアリングに何度も出たんですが、非常にその数理統計上の問題が多いので、で議論が、ところがそういう専門家を加えてないん で非常にそういう意味ですっきりしない感じがいたします。で、本来やはり数理統計の専門家を交えた議論をすべきじゃないかと思うんですが、まあ、我々個人的に親しい友人で詳しい方がおりますので、で質問書にも出しましたように、吉村さんという方の意見を聞いたんですが、で補正項 MC というのが検討チームの会議でも非常に何度も議論になりました。で、これはその原子炉ごとの個々の原子炉の偏りを表すものであると。それからパラメーターを今回のように高い詳細度のデータが出たから今度変えましたと、パラメーターをデータが得られるごとに変えるというのは非常におかしいのではないかと。がフィッティングパラメーターがなんと19個もある。で、常識から考えてとてもこういう数が多いのはおかしいと。で、それから理論式が正しいのであればある意味で外装を行ってもいいんだけれども、今回の場合非常にそういう点問題あるんだから外装は行うべきでないと。
まあ、これが主な指摘なんですけれども、まあ、これについてどうお考えになるか、次お願いします。で、もう一つ、その MC という量が検討チームの中でも盛んに議論されたんですけれども、結局こういうものが出てくるというのは計算式のもともとの予測式に間違いがある、あるいは予測式に表現されていない未知の因子がある、でこれのどちらかであると。だからこういうその非常に問題があるから、これはやっぱり抜本的に検討すべきで、今そのエンドするというのは、エンドする以前にやっぱりこれ差し戻さなきゃいけないんじゃないかという、そういうことです。で次お願いします。で最後に、その日本電気協会評価書案には、ね、こういう部署が書いてある。原子力規制委員会は日本電気協会を含む原子力関連学協会比較類云々と意見交換を行っており、個別の技術評価のみでなく同協会との意見交換を進めていくと、もう書いてあるんですけれども、実は日本電気協会について私は非常にいろんな指摘を申し上げている。で資料にも加えてありますけれども、例えば、まあ、一番スキベル直人氏が企画委員会の委員長で、貢献年間の評価に関する意見聴取会でも、井野先生の指摘というか、その拡散係数が云々はおかしいというのは非常にもっともであると。でこれは日本電気協会の議論においても、議論しなくてはいけないと発言されている。でご当人は原子力規格委員会の委員長として、先ほど の聴取会というか、評価規制委員会も出てきているのに、規制庁側は全くそのことについて質問しないんですね。で、透明性公正性を保ってますと文書に書いてあるから、その通りでございますという受け取っているだけに見えるんです。で私、非常に多くの規制庁に規制庁にお出しした文書にも、日本電気協会の中立性云々については、これ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 の問題点があるということを申し上げている。でそういうことをどういうふうにお考えになっているかということをちょっと今日伺いたいと思います。以上です。はい、ちょうど5分で質問なさったけど、答えるべきことはたくさんあるんですね。順番に、答えていただきましょうか。まず補正項 MC はばらつきではなく偏りであるという考え方について、これはどなたか、規制庁の川口からさせていただきます。まず1点目の MC 補正のところはばらつきではなく偏りであるという指摘のところでございます。今回の技術評価書案におきまして、この MC 補正の、原因であったり意味とか、こういうものについてですね、技術評価を特段してございません、判断をしておりません。今回のこの MC 補正というものが、我々、原子力規制委員会を行う民間企画の技術評価、これは規制で活用するという上で、この企画は、使用を満たすかという観点で確認をしてございます。その上で MC 補正を使うことによって、予測式の精度、このものは向上しているということを確認し、というところでございます。次でよろしいですか、どんどん。2点目、3点目、これはほぼ同じ指摘になっていると思いますが、先ほど申し上げた通り、規制委員会が行う民間委員会の技術評価、これは規制に使えるかという観点でございます。ですので、一般論と申し上げまして、その民間企画の適用がですね、規制上を使うにあたって、保守的な判断を与えるということを確認できればですね、例えばそのモデルがどうであるかとか、その考え方がどうであるかということにはよらずですね、その民間企画は規制に活用可能であろうというふうに考えてございます。で今回、パラメータ改良とかですね、そういうことの予測式の係数の変更を行いました。これが、より安全側の判断を与えるということであり、規制に活用するということができるということを今回の技術評価において確認したというところでございます。4点目、外装を行うべきではないというところでございます。今回の技術評価書案をご覧いただければと思いますが、2013年追放案、これでの予測式というのは特定時点の関連温度の予測に適用可能であるというふうに結論を付けているところでございます。すなわち外装で使ってはいけないというような評価はしておりません。ただし、中性照射量、これが高い領域におきましては、予測の信頼性、これを向上させるという観点から、プラントから取り出されました監視試験片、これの中性照射量が上回る時点の前に新たな監視試験片を取り出し、再予測をしなさい、また40年を超えて運転を行うと、こういう場合におきましては運転開始後40年から50年の間に少なくとも一度、さらに運転開始後50年から60年の間に少なくとも一度監視試験片を取り出して再予測するということを適用にあたっての条件ということでつけているところでございます。はい、とりあえず川口さんのお答え、いつか4が出てきましたけど、小岩さん、質問者として納得、あるいはそれおかしいということがあれば、
まず基本的に一番最初この委員会が始めるときに、まさにその2010年の追放があるからそれ以降との2013の比較を行うと書いてあるんですけれども、基本的にその間違いがあるという指摘がなされている。でしかもそのこれも本案委員時代の意見聴取会においては、日本電気協会できちっと学術的に検討するということを言っておきながら、結局規制庁としては元が間違っているという指摘があっても結果だけ見ていればそれでいいというそういう立場なんですか。まず間違ってる間違ってないという問題は、まず学会の中で適切にまずご議論いただくべき話だというふうに思ってございます。今回の技術評価の、一番最後に書いてございますけれども、これは電気協会も含めてですね、各が、関連する学協会がですね、連携しまして、そういう例えば、物理的なモデルとかですね、そういうものに、従ってですね、予測式を立てるということであれば十分にご議論いただきたいというふうに考えております。規制する側としては学問的な検討、学問の場でやってくれた、我々はそれを使うだけ、出てきたのを使うだけだと、それに対して小枝さんはそれではちゃんと規制できないんじゃないかという意見をおっしゃる。いかがですか。そういうことを申し上げているわけです。技術評価書でも書いてございます。規制上活用する上ではこれは使うことができるという結果を出してございます。そういう判断をしている、納得しますか。納得しません。川口さんと彼が質問している人は納得しない。あ、手が、田中さん、名前を。那須川君の田中です。こんにちは。先ほどのお答えの中で保守的な判断を与えるかどうかを見ているんだと、保守的な判断を与えるのであれば活用できるという判断をしていると言いましたけれども、今のお答えの中ではその間違っているかどうかはですね、学会の中で議論してもらえばいいというのを考えましたね。でどうしてではそのように中身を確かめずにして保守的になっているということはできるんですか。技術評価書を読んでいただければすぐ分かると思いますけれども、今回、やった予測式、MC 補正やったり MR のアージを取るということを含めまして、過去取れているですね、監視試験やデータ、これものすべてですね、包含されているということから保守的であるという判断をしてございます。過去得られたデータを全部見て、それで保守的だと判断して、過去のデータに基づいて議論している。井上さんの意見。いつも保守的保守的と言うんだけど、やってることは危険的だと思いますよ。現実に今までの例を見れば、例えばですね、玄関1号もそうです、中鴨1号もそうだけど、さっきの30年評価、これ保守的でやったって言ってるんですよね。だけど30年評価の時に出た予測式はずっと低いわけですよ。それで今度その新しくその4番目のデータが出て99のが出たわけでしょ。そういうのが予測全然できてないような予測式を今まで作っていて、それがその今までの予測式ですよ、保守的な。で今度40年出て、でこれまたそれを含めて前よりは保守的になった。それはまあそうですよね、前がひどかったから。で前より予測式になった。だけどじゃあこれが保守的だなんてこと言えないですよ。その先はどうなるかわからないわけなんで。でもう少し言いたいんだけど、今度のだから今の前のやつが4番目の点が出たらですね、高かったわけですね。だから前もそうすると、前の2007年の2010年のやつは保守的でなかったわけですね。だからそれを超えるとかね、保守的であるという評価をしたということです。いやだから今回じゃなくて、前の30年の時は保守的でなかったですね、結果的に。なかったことは証明されたわけでしょう。だから当時の知見ではこれが今の、我々の知見でこれが妥当であるという判断をしています。で今新しい知見、新しい監視試験データが取れてますので、そういう意味で予測式を変えるというのについて技術評価をさせていただいたというところでございます。それは分かりました。だけど今認めるべきことは、30年の評価は予測保守的じゃなかったということを認めていただけますか。
当時の知見においては保守的だったと考えています。そうじゃないでしょ、当時の知見で保守的と考えて議論がおかしくなって今の知見に立って保守的でなかったっていうのはいいですよね、はい、それはいいですね。こういったというところでは、あの現会のようにですね、こういったということについてはあの、まあ、予測式についてどうなのかというところは本院時代にも検討させていただいたというところではないかと思います。だからそれは当時のことが予測保守的じゃなかったもんで再現としなきゃならなくなったんじゃないですか。当時はだからの予測式は保守的じゃなかったんですよ、明らかに、うん、それはもうその通りですよね。林田さんはなんかおっしゃりたいような、林田さんはこの問題で発言した。どうも、規制庁、木幕林田です。2007年の予測式っていうのは2007年までの監視試験実測値のデータに基づいて予測してピッティングされたデータなんで、そこの時点ではそれで十分だという認識だったんですけども、その後にそれを超えるものが出てきたというのがあって、だから作った時点では技術評価としては妥当としたんですけど、実際は少し超えたのが出たというので、今回の2013年のやつについては2007年以降の実測値のデータがいっぱい集まってきたというのと、さらに照射試験のデータと、要するに監視試験とはちょっと成功が違うんですけども、一応その他のデータも加えて、さらにフィッティング をやり直して、それを全部包含して含めて、要するにそれを全部、中に含めるような状態のフィッティングをして、作った式なんで、今回の式は今あるデータに対しては全て要するに保守的なデータ、フィッティングカーブが出られると。ただし先生が言われますように、外装のところについて今回は多項式近似というようモデルというのを我々考えてなくて、多項式の近似をしたというデータで、やっぱり将来予測的に言うとちょっとまだ何が出てくるかわからないところ、要するにがないとまでは言えないんで、先ほど言いましたように、内装の段階で必ずデータを取り出してチェックしてくださいと、それで問題ないというのを確認しなさいという条件をつけたということになります。はい、今林田さんがおっしゃったことはなかなかリーズナブルだと思いますけど、いかがですか。ですね、その保守的だっていう意味は、その保守的であるってことはやっぱりその将来予測においてやっぱ保守的でなければいけないわけなので、ちょっと待って、林田さんはそこは言ってないんだよ。今までのデータをに限って言えば、つまり理解の内装には有効だと思ってますよということをおっしゃったと思いますか。だから今の現在2013の今回の式というのは2007年以降の要するに超えたデータとかも含めまして、全てのデータを含めてフィッティングをしたんで、現状の知見としては、全てそれを含めた妥当な式だろうと。ただ将来どうなるかというのは確かに先生おっしゃるように分からないと、あくまで近似式で多項式で合わせてるだけなんで、だから内装の段階で必ずで監視試験を取り出して実測値を見て問題ないというのをチェックしなさいという条件をつけましたと。だから将来的に外装の段階でもまず予測はしてもいいけど必ずチェックしなさいという条件をつけたという今回の技術評価です。はい、まあ、分かりました。その説明は妥当だと思います。ただそういうのは保守的だというふうにはまあいいんですが、中身は林田さんのおっしゃったことなんで、まあ今まで言いたいことはそういうことです。言いたいことはそうですか、まあ、それで、じゃあその次にそのじゃあですね、高浜原発の時に、これはもう今取れてるデータはもし仮に60年運転すればそれを超えてしまいますよね。それさっき林田が答えた通りに予測式として使うということを外装でですね、使うことを否定はしておりませんと。ただ適宜ですね、ちゃんと取り出して内装の範囲になるように再度確認していってくださいという条件を今回つけているというところです。内装の範囲で使うってことですね。ちょっと待ってください。非常に大事な意見を今待ってるんですけど、発言するときには名前を喋ってマイクで、でそれはちゃんと記録に残してもらう。今おっしゃったことは、名前、はい、岩瀬と申します。原子力処理情報室の岩瀬と申しますが、今おっしゃったことを素直にとれば内装として使うというふうにおっしゃったというのは私は聞きましたけど、そういうふうに理解していいですね。まずで、いや誤解してほしくないんですけれども、予測を外装部分として予測を使ってはいけませんとは言っておりません。
なので、あの特定のですね、例えば60年とかいうところを言うときに、まだ、例えば45年とかの監視試験しか得られてないという場合において、今ある予測式を持って60年のところを予測するということをしてはいけないということは言っていません。まずそこは誤解のないように、伝えておきたいと思います。それは技術評価書にもそういうふうに書いてございます。で、その上で、その上でさっき林田が申し上げた通り、その例えば45年前の通りない場合は、さらにその45年になる前にですね、監視試験編を取り出して、再度予測をするという形で使ってくださいと。それを内装とおっしゃるのであれば、そういう意味です。はい、小岩さんの発言した。あの、今の技術評価処理運動とおっしゃったんですけど、林田さん、あの、検討チームの会合にちょっと出ておられて、よくご承知のように、外部専門家は繰り返し外装はすべきでないという発言がありましたね。で、それがところが、あの評価書に、もしも今おっしゃったように、まあ、私はあのきちっとあの正確に国名に読んでないんですけれども、今おっしゃったように、その外装してはならないとは書いてないと、とおっしゃるとすると、それは外部専門家が繰り返し発言したことを、あの評価書の中に入れてないというのは、僕は非常に問題だと思います。それは多分誤解だと思います。あの第3回において外装内装の取り扱いをどうするかというのが議論になりまして、これは第4回の時までに整理をしますという形で、当時事務局が引き取ってございます。その成果が第4回の技術評価書としてこういう形で運用をしたいという形で我々ご説明をさせていただきました。そこに対して外部有識者を含めた検討チームの場では議論は出ませんでした。そういうことだと思います。あの議論を無視しているというのはちょっとあの誤解ではないかと思いますが、まあ、あの外部専門家も随分遠慮してものを言っておられていて、必ずしも全部あの現れているかどうかの問題ですけれども、あのそういう点もあると思います。あの外部専門家の意思はそうですから、もう一度確認されるといいと思いますね。でそれからですね、もう一ついいですかね、あの規制庁には結局以前のゼーネスがのメンバーも加わって、きちっと学術的に検討すべき検討する能力があるはず でそれで私はいろいろその実はあの専門外部専門委員会からも検討チームであの試験はおかしいんだということを匂わす発言があって、それから3回目の評価書のにはちらっとですね、こういうことをやった方がいいということが書いてある。でそれがなぜか4回目では消え出る。で私はやっぱりそのあの保守的であるから、結果がそうだから中の仕組みはどうでもいいのだということは、やはりですね、国最高の規制を行う規制庁として、その安全を云々というあの規制庁の組織理念が冒頭にあのホームページも出てまいりますけど、しかもその最高のスタッフをあの要しているところだから、その科学的にヒントしているかどうかということまで含めてですね、規制庁は判断する能力があるはずだと私は思うんですよ。でそれをその基本式がその次元が違う項をまとめたとかですね、からあのちゃんと今まで申し上げてなかったけれども、あの今日の議論でも出てきたんですけれども、あの係数の値が5桁も6桁も書いてある、で有効数字というようなことを考えたらあれはおかしいはずでね。で本来そういうことを考えたら、まあそれは保守的であるとかうんぬんということはそれはそうでしょうけども、やっぱりあの品位のあるあの日本の官庁としてですね、やっぱりサイエンスに基づいた規制をやるべきなんですよね。でそういうことについて、もう少しきちっとした姿勢で私は臨んでいただきたいと思うんですが、はい、林田さんどうぞ。川口さん、なぜ私はダメですよ。なぜですか。あなたの発言がちょっと、いやいや、私これあの説明者として来てますので、私からまず説明させていただきます。まだあなたが説明、林田さんのになまずあの一般論として申し上げて、技術評価というのはまず規制上で活用するかどうかというのを評価するというものでございます。で当然ながら今回の議論でもそういう物理的な問題であったりとか、そういうものについては議論が行われたと思ってございます。でそういう点についてですね、やはり学協会の方で企画を、まあ、これ使ってほしいというのであれば、やはりそういう高みを目指すというところの観点から、そういう例えば物理的なですね、基本モデルの見直しということもやると聞いてございますので、そういうところも含めて十分にご議論いただきたいというふうに、考えておりますし、今回の技術評価書においても、記載しているところでございます。はい、今あの川口さんがおっしゃったことは非常に重大なことで、学協会できちんと学問的議論をしたんだと、それである間にはそれに基づいて規制
側はちゃんと判断しますということだと思いますが、小岩さんが言ってることは、今こうだったからね、今後はやると聞いておりますので、十分やっていただきたいという要望をしているというところでございます。それは賛成しますね。特に先ほどご質問がありましたけれども、技術評価を行うなって、その学協会でやってそのプロセス、これについては評価の対象としないということで、規制委員会として方針決めてございますので、そこについては我々としては技術評価をしていないというところでございます。規制委員会はそういう方針だったんですけど、だから前 の, 意見聴取会、これファン人数時代ですよね、市長が、前の市長がきちっと議論していただきたいということをおっしゃってる。ところがですね、その結果どうですかということを、もう2年も3年も時間がかかってるから十分していいはずなのに、全然してないわけです、実態はね。その辺、林田さんどうお考えですか。勉強会内部で、どうなってるかというのは詳細までは分かりませんけども、今回の検討会の中で、やっていた議論としては、先ほどのモデルを含めた改定の検討をも行うようなことを言ってましたので、それはだから次の段階だと。で、今回2013というのは確かに何もやってなくて、ケースだけフィッティングしてきたというのを勉強会も言ってきてますので、我々としてはケースだけフィッティングしてきたというのも含めて、あと内部のモデルとかも直してないというのも含めまして、要するに、あくまでも今回は多項式の金、要するに統計的に処理して禁止してきたんだと、新しいデータを含めて、そういうところで最終的な予測結果がどうかというので、我々は評価したと。だから次の段階としては、やはり次の改定において、我々は要望として出したんであって、今回の2013の評価では、あくまで予測結果が、規制に使えるかどうか。要するに今の2007年の古い企画に対してご指摘かどうかというような観点で、技術評価を失礼します。はい、今、林さん。皆さんどうぞ。今回どうしてその単にフィッティングパラメータを変えるだけのような追放版というものをですね、出してきたのを規制庁、規制委員会は、認められたんでしょうか。これはこんなものは認めるべきじゃなくて、電気協会というのはもっとちゃんとですね、その3年間も経ってる、3年もっとかな、経ってるんですから、非常に怠慢だと思うんですよ、日本電気協会というところは。こういうところにですね、民間企画をやっといて、エンドースするということはですね、もっと厳しくね、もうそこで非常に物理的な問題点がたくさんあって、今回出す、また次に、また要求してる、そのことはもう3年前と同じ要求なわけですから、3年前に電気協会がやんなきゃいけないんで、今回また要求するだけだったら、3年後にまたやらんかもしれないですよ。そういうような甘い規制ではですね、電気協会みたいなのがおかしい。ああいうところをちゃんともっと何とかしないといけないじゃないですか。はい、それを伺っておいて、時間は気になるな。で、次の小岩さんがさっき言った、はい、これについて。いや、まさにもう時間がないからこの点なんですけれども、規制委員会に対して何度も問題点を私具体的に挙げてるんですけれども、でところがそれは一向に反映されているように見えないんですが、どういう姿勢で臨んでおられるかもう一度伺いたい。技術評価書に書いてある通りでございますが、まず原子力規制委員会といたしまして、民間企画策定にあたってのですね、学協会の中立性、透明性だったり、公開性、こういうものについては、大変重要であるというふうに考えてございます。この点については技術評価書においても要望として挙げている通りでございますし、原子力規制委員会の委員とですね、学協会の意見交換などの場も通じてですね、要望しているというところでございます。まあ、一方でこの質問書にありましたときに調査勧告というような書き方してございますが、我々そこまでの法的権限は有しておりませんので、そこまでですね、強いということはできないというふうに考えております。立派なことですけど、だからあれに公平性、公平性、これは守って努力しております、なお一層努力しますという、それだけ聞いたらそれでいいわけですか。規制庁としてはいいとも悪いとも言ってなくて、より公開性を高めてください。アンタップ公開はかなり前のものだと思いますけれども、それを以降にですね、技術評価の場でも要望してございますし、学協会の、トップとですね、交換をしております。その中で要望を述べさせていただいてございます。ここについては、さらに努力をしていただきたいというふうに、原子力規制委員会に申し上げてございますので、そこについては、十二分に、学
協会の方の自主的な取り組みとして、努力をしていただきたいというふうに考えているというところでございます。はい、質問のお答えなんですけど、会場の質問があります。どうぞ。後藤と申します。この、どういうふうに評価するかっていう、いわゆる K1C の曲線ですね、この議論と同時に今度は加重項ですね、 K1 の方ありますね、ローカルの時に解析したり、つまりこれが、どのくらい近づいたらいけないんですか、どこまでだったら許されるんですか、接触しなければいいんですか、それについての基準、規制としての基準を教えてください。絵を出していただけますか。皆さんのパワーポイントであったK1 と K1IC との間の接触の判断の基準を接近度合い、基準ではあれで評価しようとなってますので、接触しなければ一応図の上で健全性に問題があるという、基準で具体的に接触しちゃいけないとかですね、そこまで具体的に技術基準規則の中でですね書いているというものはございません。ただ手法として民間委員会を使ってですねやってくださいというふうに会社の中で書いてございまして、その手法を使ってくださいとしか、そこまでしか書いてございません、はい、基準書いたら書いてない結構です。そんなことはそうではなくて、技術的に片方は加重工で片方は強度なんですね。ね、当たり前ですよね。それがどのくらい距離があったらいいのか、あるいは規制関係としてやってないんだったら何も言ってないと同じですよ。じゃあクロスするかどうかってね、ばらつきがあるんだから、どのくらいばらつくんですかかって言ったら、何パーセントいく可能性があるんですか、加重工はどうですか、 K1C はどうですか、全部言ってくださいよ。それそのばらつきの範囲で保守的だってことが完全に証明されないというのはできないんですよ。普通はですね、こんな普通の強度ですよ。だから静電の差というのは強度だって高口とね、それからね、こちらの環境をね、ちゃんとばらつきを考えて安全リスクを見るわけでしょ。安全率がない、ね、評価なんてありえないんですよ、実質的には。よくこれでやってるっていうのが私言いたいです。それは確認してください。どこでやるんですか、学協会がやるの、それとも規制委員会がやるんですか、分かりませんけれども、これにどれだけだったらいいかって安全基準っていうのはないっていうのはね、常識じゃ考えられない。他の技術分野ではありません、このままと思いますが、いかがでしょうか。中野さんが回答なさるか、こういう問題。ちょっと関連で補足岩さんですけれども、触らなければいいっていうのは安全率 1.0 で設定しろということですよね。そうそうそう、今の確認です。触らなければいいっておっしゃったからどなたか、うん、そういう設計を 1.0 でやれということと、はい、技術者はそういうふうに取ります、はい、だからその安全率 1.0 なんですか 1.2 なんですかっていう質問だというふうに僕は後藤さんの質問を聞きました。いいんですか、それ。これは大変質問 で今にわかに答えられるかな、答えにくい、ね、質問してもよくてわからないんで、ですね、ちょっとすいません、一つだけ後藤です、もう一度確認します。例えば荷重があって、それで応力が誰か出ますよね。で、材料の高口がいくつで、大体どれくらい距離があるって出ますよね。その時に普通、工学的にはね、いろんなことにばらつくのは当たり前だから、安全率と考えるわけですよ。それは荷重のすぐこれ確率が大きいとか小さいとか、それから不確定性があるとか、あるいは影響がね、どうかとか、そういう重要重みも含めて、それで設計してきてるわけじゃないですか、社会的には。で、その時の合意形成としては、過去に事故がなかった。それからこれからも多分大丈夫だろう、社会的にも容認できるっていう考え方ですよ。ところが安全率が 1.0 の状態で設計するなんて、私はもう設計やってきた人間ですから考えられませんよ。何を言ってるのか分かりません、今そのことを聞いてるだけ。それ 1.0 でいいんですね。触らなきゃいいっつった、はい、触らなきゃいいっていう、本を引いた、触らなきゃいいっていうのは 1.0。 分かりました。司会としては時間が非常に気になるので、はいはい、これはね、改めて検討して、はい、安全率1で設計してるはずはないと、そう思いますが、はい、そのことがギャップというか離れ具合がどのくらいに相当するかということを聞いているわけですね。後で調べて今のことちょっと即時解除してくださいよ。触んなきゃいけない。ちょっとそれはちょっと遅くしたいんだけど、つまり触んなきゃいいって話はね、うん、まあこれ空いてるからいいとしたんだけど、じゃあこれ本当にこのカーブ
誤差、ばらつきがあるんじゃないか、後藤さんの言い換えればばらつきがあるんじゃないでしょうかっていうのが質問ですね。というのは、30年の時には、まあ、離れて、これもあのばらつきがあるかもしれないということですよね。40年だったらこうなっちゃったということですから。これ60年目に対してですよ。60年目の評価を30年目にはこうしてたと。こんなに余裕があるんだって評価をしてたのが、40年目にやったらこんなになっちゃったと。つまり、全然この評価は保守的じゃなかったわけですよ、これは見てね。で、そうするとこの評価ってのは相当ばらつきがあるんじゃないんですかってことになりますね。こういうその、開示人生評価というのは。これ40年目だってきっとそうですよ。こんだけばらつきがある。そうすると、こんなに近づいてたら、これ、ぶつかっちゃう。安全率、ぶつかんなきゃいいってことは、ぶつかっちゃう心配がこれ、すごくばらつきを考えるとあると。だからこの どれくらいばらつきがあるかは、非常に残念なら中途半端で申し訳ありませんが、これは非常に答えにくい質問ではあるんですね、この場で。ですからよく検討していただいて、もともとばらつきあるデータで上がっているんだけど、そのばらつきを含めて安全率をどのくらいで考えていて、それはデータ上でどのくらい離れているか、どう判断しているかについて、後で、ずっとまとめてもらって、文書で書いてください。いや、だから靴かなきゃいいっていう、取り消しサイズ。それは。ちょっと、まず、回答するときに、再度した回答させていただきますので、はい、今、口頭のやり取りですから、あんまり、これ、期待としないで。大変ありがとうございました。かなり真に迫ったやり取りもあった。しかし、曖昧なすれ違いもあったので、これは政調側は、今日 の文書で回答できることは、なるだけ早い時期に文書で回答していただいて、私たちそれもう一遍検討しますけど、基本的な考え方の違いもあるわけで、小岩さんが規制委員会、選挙に求めている姿勢というのが、非常に学問的にちゃんとやってほしいというんだけど、川口さんたちは、それちょっと別でしょうよという。ことのようなので、そのことも含めて記憶に残しておきたいと思います。何か一言でも会場からおっしゃりたい方いらっしゃいますか。ちょっとゼロの会議の曲から。はい。で今最初に阿部の方からもお願いしたのだり、山口さんのまとめでもあるように、文書で出していただくことで、多分今この場で期限、時期のメドってすぐ出せないかなと思うので、そうですね、ちょっと、はい、できればたぐらいに一度まずどれぐらいで出そうかっていうのを何らか控え室経由かで一度ご連絡いただいて、まず回答期限を共有させていただいて、でその期限までに文書いただくということで、ご確認お願いいたします。はい、そうです、お願いします。制する側の方々、私たちはあなた方に多いの期待しているわけなので、きちんとした方向に両方議論を進めながら入っていきたいというふうに思います。今日はありがとうございました。どうもどうも、皆さんありがとうございました。